グレートネイチャー、今回はインドネシアスマトラ島です。どこまでも続く平坦なジャングル、その極端に平らな大地が驚異の自然現象を生み出しています。その舞台は全長400キロの大河、カンパル川。ここで川の大逆流が起こるというのです。その名はボノ。ボノは世界でも数箇所でしか起こらない珍しい現象。雨が多い11月から3月の間、月に2回の大潮、つまり満月と新月の前後に起こるといいます。大潮の時、太陽と月、そして地球が一直線に並びます。すると月と太陽の引力は最大となり、満潮時に引っ張られる海水面も最大になります。その水位の高い潮が川に押し寄せるのです。最大のボノが現れる日、ボノの撮影に挑みます。ボノが姿を現すのはすぐ先に見える中洲の島。白いの見える。中洲の左側、白く見える波を発見。中洲の右側と左側からボノが押し寄せてきます。2つの流れが合流し、ボノは一筋に。3キロもある川幅を埋めています。その高さは2メートルを超えました。この時ボートの速度は時速40キロ。茶色い怒涛に挑む地元のサーファー。波と一体化します。これはすごい、荒れ狂うボノ。して15キロ、突如列をなしていた波が乱れ姿を変え始めました。7つの化け物、セブンゴーストと呼ばれる現象です。波動がうねりながら進みます。まさに茶色い波の怪物です。熱帯の島スマトラ島、神秘に彩られた大自然のドラマです。